皆さんこんにちは。今日は平野先生と早口言葉をして遊びましょう。早口言葉というのは早く言うのが難しい言葉をできるだけ早く言う遊びです。皆さんと先生とどちらが上手に言えるでしょうか。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。3回繰り返して言ってみますよ。3、はい。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。言えた人？先生は言えませんでした。次。魔術師、魔術、修行中。魔術師、魔術、修行中。魔術師、魔術、修行中。早く3回言ってみますよ。3、はい。魔術師、魔術、修行中。魔術師、魔術、修行中。魔術師、魔術、修行中。言えた人？先生も言いました。次。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。早く3回言ってみますよ。3、はい。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。言えた人？はぁ、次。竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから、竹立てかけた。竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから、竹立てかけた。さあ、早く3回言ってみますよ。竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。竹垣に竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。言えた人？ふぅ、難しいね。次は、すもももももも、もものうち。ももも、すもももも、もものうち。すもももももも、もものうち。ももも、すもももももの内。はぁ、早く3回言ってみますよ。3、はい。すもももももも、ももの内。ももも、すもももももの内。すもももももも、ももの内。ももも、すもももももの内。すもももももも、ももの内。ももも、すもももすもも、あー言えた人？先生は間違えました。はい、次。カエル、ぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。カエル、ぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。早く3回言ってみますよ。3、はい。カエル、ぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。カエル、ぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。カエル、ぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ。合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。先生は言えませんでしたが、言えた人？はい。最後ですよ。最後は、土壌さんが出てきます。土壌にょろにょろ、みにょろにょろ。合わせてにょろにょろ、むにょろにょろ。土壌にょろにょろ、みにょろにょろ。合わせてにょろにょろ、むにょろにょろ。土壌にょろにょろ、みにょろにょろ。合わせてにょろにょろ、むにょろにょろ。言えた人？さあ、いくつ言えましたか？たくさん練習して、先生より上手に言えるようになってくださいね。さようならー。